まあというわけで、まあケンタッキーお前たち大好きだけど、モスチキン食べたことないでしょ。ないね。クリスマスはケンタッキーっていうことで、まだ予約してないんですけど、なぜかというとオリジナルチキンだけでいいじゃん実際。これにケーキとサラダついてくんだよ。ケーキ必要かっていう。オリジナルチキン8個で4100円なわけですよ、うん、ってことはケーキがものすごいこれ高いってことになるわけだよね、お前たちクリスマスケーキって言います？ひさこかもじる持ってくるし、もう他にな多分なんか買うと思うし、いらねえと思うんだよな。オリジナルチキンだけ頼むことできないの、うん、それで予約できねえんだよ。というわけで、注目したのがモスチキンってことで、これだったら普通に肉だけ頼めるってことで、まあ食べたことないってことで君たちも、まあ食べ比べてみて、モスチキンでもいいような感じであれば、モスチキンにするってね、クリスマス予約するってことそうですね、ってことで食べ比べましょうって、モスチキン10本で2700円、チキンだけ勝負とりあえず食べ比べして、まあどっちも美味しいんだけどね。まあケンタッキーはまあ、まあ、味は分かってるからねお前たちね、チーナどっちがケンタッキーが分かるよね。分かる、こっち。はい、はい、どっちケンタッキー。てかチナのケンタッキーでっけえ、ね、ね、一番食べない人が一番でっけえケンタッキー。ちっちゃいのしか残ってないか。どうする？パパ交換する？交換するか。はい、というわけで食べてみてください。はい、はい、いただきます。はい、いただきます。どうでしょうね。こっちの方がいい。で決まるからね、クリスマスどっちが食べるか、みんな多数決で決めましょう、ね。モスチキンはどうやらカリッとしてるとか、あと骨ない、どうですか、美味しいですか今日の昼飯だ。え？どっちも美味しすぎ。ね。どっちも美味しすぎ？判定に困るぐらいってこと？美味しい。今ちな何食べてるんだっけ？もうこれ。モスチキン。うん。でもほらこっちは骨ないからね、食べやすいよ。食べやすいけどケンタッキーは骨があるのがまだいいんだよね。うん、あの骨をかいくぐって食べるっていうのがまだ。で、骨にこびりついた肉をこうね一生懸命食べるっていうのもまだ、ね、こびりついたって あれをさ一生懸命ね最後まで食べるのがまだ、ね、醍醐味でもあるのかなって思うんだけど、悩むねこれ。でもね確かに味に似てんのか。いや似てはいないよね味、うん、あ似てはいないんだ。味は別に全然違う。うん、決まったかもしれない。じゃあ2人決まったってことだね。もうエナ食べちゃった、うん、いや足りないよね。足りないよ。ママも足りない。いやチキン2個だぞ。足りない。十分だろ。サイドメニューがないからってこと、うん、じゃあエナ決まったってことで、うん、ケンタッキーがモスチキンが B ってことで、 A だったらエナの部屋は、うん、分かった。 B だったらレミの部屋。 B がモスチキンってこと？だから言ったでしょ、 A がケンタッキー、 B がモスチキンって何回言わせるんですか。なんかさ、こっち食べたらさね、なんかこっちってそれ何だっけ。あ、ケンタッキーか。ケンタッキー、うん、しょっぱいところがなんか合うの。しょっぱいところがあるってなんだ。しょっぱいところとしょっぱくないところがあるってことね。皮がしょっぱいんだろ。
長尾しょっぱくないでしょ、うん、まあじっくり食べて、うん、ゆっくり食べる、クリスマスに食べれるね、チキンがどっちになるかってことだから、うん、でパパ、うん、もちがどっちか決まった、どっちか決まった、うん、あ、今ケンタッキー食べてるけどレミまで決まんないのが、決まった？食べた。食べた。じゃあ、あのでした、ケンタッキーへ、うん、あのモスキンビーと行ってもらっていいですか？はい。行ってきます。シナ食べるのは相変わらずうせえな。パパ決まったの。うん。ん？シナももう決まったの？うん。こんなに食べてないのに。いいのか。うん、本気あったのが本気に減ったけど、まだまだじゃん。うん。あ、でもまだ鎌倉作れないな、これ。雪少ねえ、これ。え？何？何？え？あみ。え？あれか。あみ。この間だよな。信濃の七五三。デミ。エナもジュース持ってってるからもう、あの、食べ、あれをクリスマスに大連に見られるんだ、何ジャガルトしたのね、嫌なの、可愛いなって見るんだけど、じゃあそれちょっと注目 して言われたらどうする、なんて言うの、嘘って嘘って見てもとってみたいになって、何が、うん、さっきのがここ開いたもん、ほら開いてるよホタテの、あホタテがいいね、ホタテ、レミの大好きな、ホタテがさ、パパと言ったよね、あ、ホタテごやね、美味しかった、昨日も喋ったけど、うん、何個釣ったっけ、5個、おー、5個か、うん、お姉さんになんかこう釣るのを教えてもらう、あれ何匹釣ったか覚えてる、 3匹じゃん、3匹だよね、で3匹釣ってだけど5匹食べれるんだよね、うん、ホタテとケンタッキーどっち好き、ケンタッキー、ホタテとモスチキンどっち好き、モスチキン、まだケンタッキーかモスチキンかはわからないってことになったもし最初はホタテとケンタッキーって言ってケンタッキーって言ってて、次ホタテとモスチキンどっちって言って、そこでホタテって言ったらもうケンタッキーって決まりだから、まだどっちかはあんねってこと、まあレミの中ではもう決まってるけど、さあ、あとはチナレミのここの心の中ではもう知っている、そうだ、Cがどちらでもないロフト、あ、いいね、ん、デル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 な、音立てな、何も喋んないでよ。うん、はい。行ってください。まだ、レミもまだ行かない。レミ待って。しないって言わないし。うん。それ飲んでから行くって言ってたじゃん。行ってらっしゃーい。さあ、二人気になりましたけど。あ、あの、し、ねえ、なんかあの、宿題さ、二人でやった人。やった時にみたいな、アイドルしか二人気にならないんだけどね、普段ね、今日実はこういう場をね、私が作ったんだよ、はぁ、うん、こういう風にね、こういうシチュエーションになるように、最初から計画しといたんですよ、どっちでもいいんだよ、こんなものは本当はというわけで、もうだいぶ早く決まったんだわ、あの、どっちがっていうの、どっちがうまいか、いや、静かに階段、いや、静かに別に行かなくてもいいよ、で、デミが入ったらもうパパ行くから、はい、じゃあ行ってきます、もういいの、うん、はい、上で音立てないでね。
はい、いいよ。あの、血なの足音みたいなのが聞こえた。一人なんじゃないか、もしかして。どうだろうな。あ、来たよ。もう何もしゃべったりしないでよ。クリスマスチキンを発表する。カーネル・モス、カーネル・モス、カーネル、やったー。え、何キッチ？ケンタッキー。やったー。ケンタッキーでしょ。はい、なぜそう思いました？モス、食べやすかったんだけどさ、船なしで、はい、しょっぱい、すごいしょっぱかったの、ケンタッキー食べた後で食べたの、はい、なんでなんで何、はい、なんでなんでって、モスチキンだったの、美味しかった、モスチキン。お前たちはモスチキンだったの。船ないからね、あんたたちは食べやすいよ、ね、そういうだ、うん、子供と大人で分かれるんだよ、これ多分、うん、あ、パパは普通に入ればよかったね。だってパパ歯ないからさ、ね、うん、あの、モスチキンじゃない、うん、意味はない。だって、私好きの方がさ、骨食わねえだろ。骨食べないんだから。まあ、骨はあのね、間違って噛んじゃったら大変だけど。お前たちはなんでモスチキンしたの？美味しかったから。ケンタッキーは？ケンタッキーなんかしょっぱいところだから。ほら、ネミはケンタッキーしょっぱいって喋ってるな。皮のどこでしょうね。私はさ、骨あったから。骨でしょ。あ、骨じゃなくて味のこと聞いてんだからね、うん、骨なしチキンとかもケンタッキーあんだから、うん、で、エナはなんで？え、美味しかった、めっちゃケンタッキー、やっぱりケンタッキーってことだ、うん、やっぱりモスはハンバーガーなんだね。モスバーガー、ハンバーガーも、ね、モスチキンもなんかうまいって、ね、モスチキンに乗り換えたっていう人たちもなんかいるみたいなんだけど、うんうん、じゃあケンタッキーに予約する、うん、今年のクリスマスはケンタッキーってことで、うん、予約しますか、はい、まあケーキとかついてきても仕方ないってことだね。仕方ねえな、サラダ、うん、え、はい、じゃあスマホさんの、うん、あ、ケーキ食べましょう。よかったね、エナね。なんでモスになったらどうしようって言ってたじゃん。そんなに、そんなにモスに行きそうじゃない、そんなに触った言ってたんだよ、エナ。モスだよね、とか。そんなに触った？え、ね、あの、いや、モスだったら嫌だなって。誰かの影映ってたんだけど。何言ってんだろう、なんかこう走ってた影、走ってなんか映るな、いれ、はい、じゃあ、ケンタッキー大差なかった？うん、別にそうでもない。エナはモスさんがあったでしょ、多分。ケンタッキーとだからモスより全然ケンタッキーの方が美味しいって、そういう感じだったってことだね、うん、もうケンタッキーで慣れちゃってるからでしょ。いや、慣れれば味も当然発生するから、ね、新しい味を求めるっていうこともあるでしょ、うん、というわけで、ネミとシナ、まあ別に食べれなくなったわけじゃないから、ケンタッキー、ね、クリスマスに食べようってこと、まあ、ケーキもついてくるから、うん、じゃあ、エナ、はい、ご褒美が、あ、ご褒美じゃねえけど、え、なんかあるから、あの、足りないでしょ。下行きましょう。はい。はい、どうも。どうも。え、誰？シノ。違う。違う。シノだろ。少々失ってます。お願いします。ダメ。モスも、まあ、うまいんだけど、モスもうまかったよ、うん、ね、モスもうまかったんやな、ちなな、うまかったんだよ、うまかったけど、ちょっとなんかやっぱケンタッキーがうますぎた、うん、これね、オリジナルチキンだけ売らない理由がわかるっていうかね、なんか、うん、それでも買うっていう、うん、ママが書いたんだよ、これママが書いた、うん、ママこの下手じゃない、何が何がでしょう。
ドラミちゃん。これまんま買いだって言ってるけど本当なの？本当。僕ね。シノ嘘ついてるだろ。ママ買いたのさ。ママそんな絵そんなに上手じゃないし。逆に？今は下手だったらちなみに失礼だったから。ママそんな絵上手じゃないもん。うん、ママなんで大人なんて。そんなに上手に描くのシナしかいないでしょ。ママ何だ、私に失礼だよ。何だ、大人なのにこんな絵描けないの。始まり始まり、ある日、ある日、ドラえもんさんがトコ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 と歩いていました。そしたら、次はドラミちゃんがトコ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 と歩いてきました。はい、言い訳しましょう。そして木村えい人ええい人ええええええ人です。はい。